カーリン・ケイソン、戻りました。おお、戻ったか。ヌバーリカに捕らえられたと聞き心配しておった。恐れ多いことにございます。皇帝陛下御自ら私のごとき児玉の民のためにお心を痛めてくださったとは。何を言う。ヨトバシェンのために役立つものであれば児玉であろうと区別はせぬ。聞けばルバーリカ王都を混乱に陥れカルローネの貴族を捕らえたとか。その武功の前には児玉であることなど些細なことよ。はジベルメもお主が捕らえられたことよりも脱獄してルバーリカの面目を潰した事実を褒めておった。間もなくこちらに上がってこよう。して後ろの者どもがその捕虜か。仰せの通りにございます。なるほどの。貴族ともなればルバーリカがごとき蛮族といえどそれなりの面構えをするものであるな。本当に蛮族っぽいことしてやりましょうか。おいウェルチ。皇帝陛下、油断が過ぎまするぞ。おお、我が総司令官、待ちかねた。息災何より、カーリン・ケイソン。は、早速だが、後ろに控えるその者たちが報告にあった捕虜か。おっしゃる通りでございます。一見してどれも若く、およそ我が国の聖兵やお前が遅れを取るようなものには見えぬが。私に何か。陛下と総司令の御前である。許しなく口を開くな。ごめんなさい。総司令、この者は一同の中で最年少ですので礼儀を学びきれてはおりませぬ。お許しを。いや、構わん。ありえんか。カーリン・ケイソン。は、獣の魔女と似た紋章術を使ったというのはその女か。は、さようにございま。名は。この者でございますか。この者は。貴様には聞いておらん。名を聞いている。貴様の名は。そんなに大きな声出さなくても聞こえてるわ。ちょっと女性に名前を聞く態度じゃないんじゃないの。イブリーシュ控えろ。総司令になんと。イブリーシュ、イブリーシュ、イブリーシュ。総司令。ジベルよ、一体どうした。何よ。イブリーシュ。ああ、イブリーシュ。そうか、そうか。信じられん、信じられんぞ。どれほどの幸運に恵まれようと、5万年はかかると思っていた。5万年?最初に報告を受けた時にはどうせハシゴかマスティバの犠牲者だろうと期待してはいなかった。これが無欲の勝利というものか。なあイブリッシュ、私の人生は
今この時のためにあった。イブリーシュ、イブリーシュに出会うために。なんなのあんた、気持ち悪いわよ。イブリーシュ。構わん。ああもう構わん、すべて構わん。イブリーシュ、ああお前にもわかるだろう、この瞬間がいかに天文学的奇跡によってもたらされたか。お前さえいれば、お前さえいればもうこんな国に用はないのだ。何を言ってるの。ああどうだ、これが選ばれた者の宿命。選ばれなかった哀れなマスティマよ、あの時私を哀れんだ貴様の顔のなんと滑稽なことか。これは様子がおかしいぞ。ジベルよ、先ほどから一体何を。艦長、驚異的な紋章力の増幅を確認、極対率に匹敵するレベルです。こら、低層収容、この城は危険だ。この声は艦長、あんたこんな時まで一体何を。もう準備に入っています。収容まで3、2、左遷。ああ艦長。